テキサスレンジャーズ、テキサスレンジャーズ、略称、テックスは、メジャーリーグベースボール、以下、MLB アメリカンリーグ西地区所属のプロ野球チーム。本拠地は、テキサス州アーリントンにある、グローブライフパークインアーリントン。1961年に2代目のワシントンセネタース、として発足。1972年に、テキサス州アーリントンに移転し、 テキサスレンジャーズと解消した。現チーム名は地元テキサス州に今も存在し、北米最古の公安組織として知られるテキサスレンジャーにちなんで命名された。発足当初から弱小球団としてその歩みを続け、初の地区優勝が創設から36年目と、1990年代後半に3度の地区優勝を果たした時期を除いて、 ポストシーズンには遠藤区会に低迷することが多い。1989年から1993年まで、ノーラン・ライアン、2001年から2003年まで、アレックス・ロドリゲスといったスター選手も在籍したが、いずれも優勝には縁がなかった。本拠地球上が本類だが出やすいこともあるため、伝統的に長打力を全面に押し出した野球を、試行する典型的な打光到底のチームである。 しかし2007年より、ロン・ワシントン監督の元投手陣の再建を進め、2010年には、球団創設50年目にして、初のアメリカンリーグ優勝を飾った。1960年シーズン限りで、1901年のアメリカンリーグ発足から60年間にわたって、ワシントン DC に本拠地を置いていたワシントン・セネタースが、ミネソタ州ミネアポリスに移転、現、 ミネソタツンズ。翌1961年の球団拡張に伴い、新たなワシントンセネタースとして創設された。初年度は、以前のセネタースに引き続きグリフィススタジアムを使用し、翌年からは、ロバートカイケネディメモリアルスタジアムを、本拠地球場とした。しかし、発足初年度から4年連続で、シーズン100敗を記録、1968年まで8年連続負け越しと、 苦しいシーズンが続いて、東西に区制が導入され、アメリカンリーグ東区所属となった1969年に、打撃の神様、テッド・ウィリアムズを監督に迎え、86勝76敗で、初めてシーズンを勝ち越し、観客数も球団史上最高の91万8106人を動員した。この頃には後に、太平洋、 クラブライオンズでもプレーするフランク・ハワードが主砲として活躍。1968年には44本塁打で本塁打を獲得し、1970年にも44本塁打、132打点で2冠を獲得。しかしチームの躍進も1969年限りで、翌年からは再び負け越し、1971年には、 観客動員数も655,156人に落ち込み、球団はワシントン DC を離れることになった。セネタースとしての歴史は、1971年9月30日のニューヨークヤンキース戦がファンの乱入など募集試合となり、その幕を下ろした。1972年にテキサス州アーリントンへの移転が決定し、球団名もテキサスレンジャーズに解消した。 また移転に伴いミルウォーキーブルワーズと入れ替わりでアメリカンリーグ西地区に配置官された。本拠地球場はアーリントンスタジアムを使用。移転後も低迷は続き、1972年、1973年と2年連続でシーズン100敗を記録した。1973年のシーズン途中からビリー・マーチンが監督に就任。 翌1974年は84勝76敗で、ックニーとなった。この年には、マイク・ハーグローブが打率。323で、新人王、ファーガソン・ジェンキンスが25勝12敗、防御率2.82で最多勝とカムバック賞、ジェフ・バローズが最優秀選手賞を獲得している。1977年は4人の監督が入れ替わり式をしたが、 当時チームの最高少数シーズン94勝68敗を挙げた。しかし1980年代に入ると再び負け越しのシーズンが続いた。1985年のシーズン途中からは後に日本プロ野球でも監督を務めるボビー・バレンタインが監督に就任。百九十二年のシーズン途中まで球団史上最長となる試合にわたって 指揮を取った。この間1989年4月からジョージ・ W ・ブッシュが共同オーナーを務め、同年にはノーラン・ライアンが移籍している。ライアンはすでに40歳を超えていたが、300勝、5000奪三振、ノーヒットノーランを2回成し遂げた。1994年には新球場ザ・ボール・パーク・イン・アーリントン、現、グローブ・ライフ・パーク・イン・アーリントンが完成し、移転した。 1994年には52勝62敗と負け越していながら地区首位を維持していたが、1994年から1995年の MLB ストライキによってシーズンが中断され、球団史上初の地区優勝はならなかった。7月28日にはケニー・ロジャースが MLB 史上12人目となる完全試合を達成している。 1995年からジョニー・オーツが監督に就任。オーツは2001年のシーズン途中まで監督を務めた。この頃には、イバン・ロドリゲスやフアン・ゴンザレスらが対等。1996年に90勝72敗で、初の地区優勝を果たした。1998年1999年、球団記録の最高少数シーズン95勝、67敗。 を記録しも2年連で地区優勝したが、プレーオフではいずれもヤンキースにディビジョンシリーズで敗れた。2001年にシアトルマリナーズから FA となったアレックス・ロドリゲスを10年総額2億5200万ドルの史上最高額となる大型契約で獲得。同年から3年連続で本類打王となり、2002年には球団記録となる57本類打を記録した。しかしその間チームは、 地区再開に沈み、その巨額の年俸はかえってチーム再建への大きな障害となっていた。ロドリゲスも優勝争いができるチームでのプレーを希望していたため、ヤンキースにトレードで移籍することとなる。これにより、数年後には勝てるチームになると評され、再建への期待が見込まれた。2004年は地区3位に終わったものの、優勝した。 アナハイムエンゼルスとは3ゲーム差の89勝を挙げ、エンゼルスとオークランドアスレチックスとの密どもえの優勝争いを演じた。翌2005年は7人が20本塁代上を記録し、チーム合計でも MLB 年間最多記録にあと4本に迫る260本塁打を放ったが、負け越した。このオフに、この後長期にわたって、 GM を務めることになるジョン・ダニエルズが28歳の若さで就任した。2006年も勝率は5割近かったが、最下位のマリナーズとはわずか2ゲーム差の3位とるず、2003年から指揮を取っていたバックショー・ウォルターは退任した。2007年にはロン・ワシントンが監督に就任。同年にはエリック・ガニエやサミー・ソーサを獲得する。8月22日には、 オルチモアオリオールズとのダブルヘッダー第一戦において30対3のスコアで勝利した。1試合30得点は MLB では1897年6月29日、シカゴコルツがルイビルカーネルズに MLB 記録の36対7で勝利して以来110年ぶりだった。しかしシーズンでは、投打ともに主力選手の不調が響き、75勝87敗と、 大きく負け越してしまい、最下位に沈んだ。2008年には、前年に、麻薬中毒から立ち直ったジョシュ・ハミルトンを、エディンソン・ボルケス、ダニー・ヘレーラとの1対2のトレードで獲得。ハミルトンは打率、304、32本塁が、130打点を記録、打点王に輝くなど、期待に違わぬ活躍を見せた。しかしチームは、地区にいながらも負け越し、 シュイエンゼルスとは21ゲーム差と大きく離され、結果となった。2010年1月23日、オーナーのトム・ヒックスは、球団社長であるノーラン・ライアンらが共同経営する投資グループへ5億ドル以上の価格で球団を売却することに合意。5月24日、連邦倒産法第11章の適用を申請した。同年は、ハミルトン、ブラディミール・ゲレーロらの打撃陣。 C.J. ウィルソン、コルビー・ルイスラの先発投手、新人記録の40セーブを記録したネフタリ・フェリスラが活躍。また、シーズン途中でこの年デビューしたばかりの若手有望株、ジャスティン・スモークとの交換トレードで、クリフリーを獲得するな戦力を整え、11年ぶりの地区優勝を成し遂げる。ディビジョンシリーズで、タンパベイレーズに3勝2敗でセリ勝ち。 リーグチャンピオンシップシリーズではヤンキースを4勝2敗で下して、球団創設例目で悲願のリーグ優勝を果たし、ワールドシリーズ進出を果たした。しかしワールドシリーズでは、サンフランシスコジャイアンツに1勝4敗で敗退した。翌2011年、主力選手の FA 流出や前半戦に故障者が相次ぐといった事態にもかかわらず、開幕から、蓄区を走り続け、 そのまま2年連続の地区優勝を飾る。ディビジョンシリーズではレイズを3勝1敗、リーグチャンピオンシップシリーズでは、デトロイトタイガースを4勝2敗で破り、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。しかしワールドシリーズでは3勝2敗で迎えた第6戦、シリーズ制覇、世界一まであとストライク一球という場面を2度も作りながら、9回に、オサイのフェリスがデビットフリースに、 10回にフェルドマンがランスバークマンにタイムリーを打たれ追いつかれると最後は9回に同点タイムリーヒットを放ったフリースにサヨナラホームランを打たれ逆転負けを喫するなど惜しくもセントルイスカージナルスに3勝4敗で敗れまたも制覇を逃した同年オフには北海道日本ハムファイターズからポスティングシステムでメジャー移籍を目指すダルビッシュユーの交渉権を獲得し 6年契約で合意に至った。2012年もシーズン中盤までは、地区内では、独走状態だったが、最大13ゲームまで話していた、オークランドアスレチックスに追いつかれ最終戦で敗れ、地区優勝を逃した。ワイルドカードゲームでは、ボルチモアオリオールズに敗れて、ディビジョンシリーズに進出できなかった。マイク・ナポリとジョシュ・ハミルトンが FA となり、ナポリが、ボストン・レッドソックスに、 ハミルトンが同地区のライバルロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムに移籍。その後釜として J ジピアジンスキーとランス・バークマンを獲得した。2013年10月17日にノーラン・ライアンが CEO を辞任。また、成績が加工気味だったヤン・キンズラーとのトレードでデトロイト・タイガースからプリンス・フィルダーを獲得し、FA でもアキシン・マモルを獲得した。 2014年は開幕から故障者が続出し、メジャー歴代最多となる出場選手を記録。特に投手は開幕ローテーション投手が全員故障者リストに入り、1シーズンで登板した投手がメジャー歴代最多を置き、リーグ最低勝率と低迷した。シーズン途中にワシントン監督が辞任することとなったが、オフにそれまで監督経験のないジェフ・バニスターの就任が、 発表された。2015年、前年まで3年連続2桁勝利を記録したダルビッシュ有が右ひーちの故障により開幕前にしてシーズン中の復帰絶望となった。シーズン途中でそれまでフィラデルフィアフィリーズ一筋のコールハメルズを獲得し、2012年の最終戦となるアスレチックス戦で痛恨のエラーを犯し、 逆転 V1 の先犯となったハミルトンを復帰させると、夏場から怒涛の追い上げを見せ、序盤の西部地区をリードしたアストロズを捉え、9月に首位に浮上する。そして最終戦に勝って、4年ぶりの西部地区制覇を成し遂げた。4年ぶりの地区シリーズでは22年ぶりに東部地区を制したブルージェイズと対戦。最終第5戦ではチームが3から2と1点リードで、 迎えた7回裏にショートを守っていたアンドルスが、すべてのエラーに絡む、ミス、2人目のケビン・ピラーの打席は、ファースト・モア・ランドのエラーを犯し、その後ボティスタの勝ち越し3段を含む4失点を、必死大逆転負け。実質アンドルス・カズトに足を引っ張られたせいで、地区シリーズ敗退となった。バニスター監督は新人ながら、最優秀監督賞を受賞した。オフには、 クオリファイングオファーを拒否して、FA のイアン・デズ・モンド、ナイアシュだが、外野手としての起用を条件として、過去に MLB デビュー前に犯罪を犯し、出所したばかりのマット・ブッシュ、NPB の東京ヤクルトスワローズから、トニー・バーネットなどを獲得した。2016年、開幕直後に37歳の高齢でも校長維持の、エイドリアン・ベルトレと2年の契約延長したり、 ノマー・マザラがデビューして2ヶ月連続で月間最優秀新人を受賞したり、新加入選手も期待通りに活躍したり、前年トレードで獲得したクローザーのサム・ダイソンが見事に才能を開花させたこともあって、6月21日までにシアトル・マリナーズに9.5ゲームをつけての46勝は、1972年にテキサスに移転して、以降は最高の成績となった。トレードで、 カルロスベルトラン、ジョナサン・ルクロイを獲得して、プレーオフを見据えた。チームは、アリーグ最多の95勝を挙げ、2年連続の西部地区優勝を果たす。ディビジョンシリーズでは、前年に続き、ブルージェイズと対戦するも、自身が早々と地区優勝を決めたのに対し、ブルージェイズは、シーズン終盤まで、地区優勝争いあるいはワイルドカード争いを繰り広げ、 それらをいくつもくぐり抜けてきた勢いの差が出てしまい、初戦から3連敗とスイープされシリーズ敗退に終わった。2003年に設立され、20人が殿堂入りを果たしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。